ハッシュタグ INZM1 位獲得 INZM 稲妻級に熱い神宮寺歌プロデュース楽曲が FM 大阪ランキングを席巻中神宮寺歌インタビュー楽曲制作秘話 &FM 大阪リスナーへのメッセージも音楽は私たちの日常に欠かせない存在です日々の忙しさの中で音楽が心に寄り添い時には喜びや悲しみを共有してくれる存在として 多くの人々に愛されていますそしてその音楽を身近に届けてくれるメディアの一つがラジオです。特に日本では、ラジオ番組が長い間、音楽のトレンドや新しいアーティストの登場を知らせる重要な役割を果たしてきました。その中でも FM 大阪の「スマッシュ i n g フライデーは、毎週金曜日の午後3時から生放送され、 多くのリスナーに最高の音楽と笑いを届けるエンターテイメントプログラムとして人気を博しています。DJ を務めるのは、吉本新喜劇座員でもある桜井雅人さんで、その軽快なトークと笑いに満ちた振興が番組を一層盛り上げています。最近のランキングで注目を集めているのが、1位を獲得したハッシュタグ INZM です。この楽曲は、リスナーからの多くのリクエストによって支えられ、見事にトップに輝きました。 特にファンの間では、稲妻の勢いとも称されるそのエネルギッシュなサウンドと心に響く歌詞が話題となり、多くの人々の共感を呼んでいます。「ハッシュタグ #iNZM」のプロデュースを手掛けたのは、神宮寺優太さんで、彼の音楽センスが存分に発揮された作品となっています。ラジオでその曲が流れるたびに、SNS には喜びの声があふれ、ファン同士の絆が深まっているのを感じます。 音楽はただの娯楽ではなく、時には人々の人生の一部となり、心の支えとなるものです。例えば、2018年の台風で2日間の停電を経験したリスナーが、ラジオに電池を入れて番組を聞きながら、不安な時間を過ごしたというエピソードがあります。そんな時、FM 大阪から流れてくる音楽やパーソナリティの声が、まるで友達のように寄り添い、心を温めてくれたのです。このようにラジオは、 リスナーの日常に寄り添い、時には困難な状況でも心の拠りどころとなってくれる存在です。また、音楽は人と人をつなぐ力を持っています。ラジオを通じて流れる音楽は、リスナー同士をつなげ、共感や感動を共有する場を提供してくれます。例えば、SNS で INZM がまた1位になった、と喜ぶファンたちの姿は、音楽が持つ力を改めて実感させてくれます。 音楽は国境や世代を超えて多くの人々の心を動かし、そしてその感動はさらに多くの人々へと広がっていきます。これこそが音楽の持つ魅力であり、ラジオというメディアが果たす大きな役割です。さらに、FM 大阪のスマッシュ・ ING ・フライデーは、単なる音楽番組にとどまらず、週末に向けて気持ちを盛り上げてくれる存在でもあります。リスナーはこの番組を聞くことで、 週週間ののの疲れををを癒し週末を楽しし末楽むためのエネルギーーチャージしているのです番組の中で流れる音楽や桜井雅人さんのトークはまるでリスナーと直接会話しているかのような親しみやすさがあります。これこそが多くの人々がこの番組を愛し毎週金曜日の午後を楽しみにしている理由の一つです。またスマッシュ ING フライデーではリスナーからのリクエストを積極的に受け付けています。 これによって、番組がリスナーと一体となり、共に作り上げられている感覚が生まれています。例えば、ファンが、来週も INZM で1位を取りたい、とリクエストを送り、それが実際にランキングに反映されるというプロセスは、リスナーにとって非常にエキサイティングな体験です。そして、リクエストが実際に番組内で紹介されると、その瞬間は特別なものとなり、ファンにとって忘れられない思い出になります。 音楽とラジオは、単に曲を聴くだけのものではなく、そこには多くのドラマや感動が詰まっています。FM 大阪のスマッシュ・ ING ・フライデーは、そのような音楽の力を最大限に引き出し、リスナーと深くつながることができる特別な場です。音楽を通じて感じる喜びや興奮、時には慰めや励ましが、リスナー一人一人の心に響き渡り、また次の週へとつながっていきます。 こうした連続性とコミュニティ感覚が番組の魅力を一層引き立てています。今週のランキングトップ1を飾ったハッシュタグ INZM もそんな音楽の力を象徴する楽曲です。この曲が持つエネルギーとメッセージ性は多くの人々の心を打ち、そして日常に小さな光をもたらしてくれる存在です。特にプロデューサーの神宮寺祐太さんが手がけたこの楽曲は 彼のクリエイティブな才能と情熱が詰まっており、リスナーに深い感動を与えています。このように、音楽が持つ力を多くの人々が共有し、その喜びが広がっていく様子を目の当たりにすることは、音楽ファンにとっても、アーティストにとっても、大きな励みとなるでしょう。ラジオ番組は、時代とともに形を変えつつも、その本質は変わらずに続いています。それは、 リスナーと音楽をつなげる架け橋としての役割を果たしているからです。FM 大阪のスマッシュ・ i n g フライデーは、その中でも特に輝く存在であり、毎週の放送を通じて、多くのリスナーに笑顔と感動を届けています。そして、そんな番組を支えているのは、リスナーからの温かいリクエストと愛情です。音楽が持つ力を信じて、次の週末もまた、 最高の音楽ととともに新たな物語が生まれていくことでしょう。音楽の力は美の生活に彩りを与え、ラジオというメディアを通じて私たちに寄り添い続けます。FM 大阪のスマッシュ・ i n g フライデーのような番組は、ただ音楽を流すだけではなく、リスナーと直接つながり、共感や感動を分かち合う大切な場となっています。番組内で桜井正人さんが繰り広げるトークは、親しみやすく、 時にユーモアあふれるもので、まるで家族や友人と過ごしているような安心感をリスナーに与えてくれます。その一方で、最新の音楽トレンドやアーティストの背景、楽曲制作の裏話など、音楽にまつわる多彩な情報も届けてくれるため、音楽に対する理解や興味をさらに深めることができます。リスナーたちが SNS で見せるリアクションも、この番組の魅力の一部です。例えば、放送後には、 ハッシュタグ INZM がまた1位になって本当に嬉しいという歓喜の声や、神宮寺雄太さんのプロデュース最高といった感謝の気持ちが次々と投稿されます。こうした SNS のやりとりを見ると、音楽は単なる個人的な楽しみを超えて、コミュニティの絆を強める役割を果たしていることがよくわかります。音楽が人々の共感を呼び起こし、同じ曲を愛する人たちがつながっていく瞬間は、 現代ならでではのの新しい形の感動ですさらにラジオ番組の魅力はそのライブ感にもあります。生放送ならではの臨場感や予測不可能な展開がリスナーを引きつけるのです。例えば桜井正人さんがリクエスト曲を紹介するときに思わぬトークが飛び出したりアーティストからのサプライズコメントが入ったりと予想外の出来事が次々と起こります。 こうしたライブの一瞬一瞬がリスナーにとって特別な体験となり、次回の放送への期待感を高めてくれます。また、ラジオを通じて聞く音楽は、どこか特別な響きを持っています。スマートフォンやパソコンでの音楽ストリーミングが一般的になった今でも、ラジオで流れる曲には、そこに誰かの声が重なり、リクエストした人の思いが乗せられた、物語が存在します。特に、 災害時や困難な状況でのラジオ放送は、心の支えとなり、孤独を感じる人々に安心感を届けます。2018年の台風時にラジオで、スマッシュ・ ING ・フライデーを聞いていたリスナーも、その音楽とトークに助けられたと語っていました。音楽はただの音の集合ではなく、人々の心を癒し、励まし、そして明日への希望を与えてくれるものなのです。 ラジオの前で耳を傾けるリスナーたちは、ただ音楽を聴いているだけではなく、その裏にあるストーリーを感じ取り、共感し、自分の経験と重ね合わせています。FM 大阪のスマッシュ・ ING フライデーが人気を集め続けているのも、音楽を通じてリスナーと心を通わせ、共に笑い、共に感動する瞬間を共有しているからでしょう。音楽のランキングやリクエストは、 その一つ一つがリスナーの思いを反映しており、ファンとアーティストの間に新たな絆を生み出しています。音楽は時代とともに変わり続けますが、その本質は変わりません。それは、人々の心を動かし、勇気や癒しを与えるということです。そしてラジオは、そんな音楽の魅力を一層引き立てる媒体として、これからも進化を続けていくでしょう。FM 大阪のスマッシュ i n g フライデーは、 その進化の先駆けとして、これからも多くのリスナーに愛され続けるに違いありません。音楽の力が私たちの生活にどれだけの喜びと意味をもたらしているのか、そしてその音楽を届けるラジオがどれほど大切な存在であるのか、これからも感じ続けていきたいものです。次回の放送でも、また新たな感動と発見が待っていることでしょう。